イーゴリア・ヤロスラビチは、ヤロスラフ・一世と、インゲゲルドとの愛の子である。ボルイーニ公、スモレンスク公。広く公認されているのは、タチイシチェフによる、1036年生まれのムツオという、説である。一方、数人の歴史家は、資料をもとに、1034年から1035年生まれの、イツオと推測している。とりわけ、現初年代期の、スモレンスクで、 ビャチェスラフが死去した際に、イーゴリはウラジーミルより移されたという記述を重視している。1054年、父の遺産相続として、ボルイーに広告を得た。1057年に、スモレンスク公ビャチェスラフが死に、スモレンスク公となった。しかしイーゴリは1060年、兄弟のビャチェスラフのように若すぎる死を迎えた。死はおそらく24歳頃のことであり、後には、ダビドと、 フセボロドという幼い子が残された。イーゴリの維持は、一族の年長者の決定により、父の行為を告げないことが決まった。なお、信憑性には欠けるものの、ヤンドゥーゴシュの記述ではイーゴリは、ボレスワフニセイが、イジャスラフ一世と共に、ルーシに来た際に、彼のもとに屈したという、妻については不明である。従来は、オーラミュンで吐夫一世の娘国軍でと思われてきたが、 現在は否定されている。ここには以下の人物がいる。AB 国本、鉄夫、ロシア原初年代記186ページ。1993、国本鉄夫、ロシア原初年代記184ページ。ありがとうございます。